ことね、まほ、私たちはジェゴでーす。はい、ということで皆さん、洋服は好きですよね。大好きです。まあ、普通の人よりかは好きな感じだと思うんですけど。そうね。何？大好きです。ごめん、なんだよお前。大好きです。はい、ということで皆さんに自分らしい洋服を着てきてくださいということで連絡したんですけど、どうですか？いつも通りの俺ですね。いつも通りの俺です。まあまあそう。もう正直に飽きた。もうこんな姿何回も見てるよ。今回は服装の好みがバラバラなメンバー同士で服装交換してみた。もうマンネリ化してるのよ、そろそろ。うん、うちまあ1週間コーデ同居人のやつ勝手にやってみたっていう企画を取ったんですけど、まあ、そこで新たな自分を発見したりだとか、まあ、ちょっとこういう服も挑戦してみようかなみたいな、ちょっと新たな領域を展開したわけですよ。うんうん、ので2人にもちょっと今回味わっていただきたいなと思いまして、はい、はるかが真帆の服を着てもらう。で、真帆は私の服を着てもらう。じゃあはるかの服着る。そう、はるかがうちの服を着る。そうそうそう、今着てる一番自分らしいということでめちゃめちゃ決めてきたと思うので、はいはいはい。これがはるかのところに行くってこと。ちょっと待って、ごめんなさい。着るだけじゃね、まあまあこんなもんかっていう感じだと思うので。何するんだけど。何すんの？実際に原宿行こうということで、実際に着てみたいと思います。はい、レッツチェックゴー。無事にそのポーズ。ことね。しないよ。他に服に消されてる。めちゃめちゃ噛むやん。はい、どうですか、着てみて。答えでーす。そんな感じじゃねえから。もうさ、その人のキャラになってさ。あ、いいよいいよ。ゆっくり撮ってパンケーキ食べて帰っていきたいと思います。それではレッツチェーゴー。はい、着きました。めっちゃやばかったね。やばい、めっちゃ多い。そう、お値段が400円なのでじゃんけんしましょう。はい、せーの。あ、待って、うるさい。大丈夫、大丈夫。はい、行こうでしょう。ハッサン、大丈夫、大丈夫。はい、行こうでしょう。マホちゃん、マホちゃんが100円多く払ってて。じゃあちょっとコツメちゃんやって。オッケー、オッケー。めんどくさいからスキップ。ズボラなんで。おい、どんなイメージだよ。まあ、合ってるけど。イエーイ。やべえ、プリの取り方忘れた。パンケーキ食おうぜ。あ、落書きが残ってた。どんだけめんどくさがるの。プリとかもう何億円。携帯おまけ、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 出た出た出た。え、ね、携帯おまけも作って。でも携帯おまけ作る。今はるか好き、携帯おまけ作る。ああ、大丈夫。全然なんか書きたいものがない。あんま書かないよね、多分今の子って。こんな感じ、こんな感じ。おーい、マジ。あ、いいねいいね、かわいい。さすが真帆ちゃん。真帆ちゃんすごいね。真帆ちゃんね。おにぎりさんみたい。ここをこうやってやれば。おBGM 著作権のためかけられないので、私が BGM やります。やってみようか。両手へ。次の終点に横線が
誰がハッて言ったタイミングで落ちるかな。ハッ残念。到着しました。見てこれ新作。まあさ、しょっぱいのも食べたいんだよ、ね。めっちゃ分かる。次回はそこへ来て誰もパンケーキ食べない。それワンチャンあるよ。全然決まんないんだけどどうしよう、ね。全然決まんない。店員さんに聞こうかな。店員さんにどっちがいいか聞こうかな。ね、最終的に自分のやつ。今日ラーメン食いてマジ。いただきます。めっちゃ美味しそうでしょ。パンケーキもあるよ。どうやって食べるんだけど。とりあえずさ、あの何がある。ああ、嫌だよ。取っていっちゃうかな。これ初めて食べてる。待ってね。やばい。ね、卵ついた。なんでこれ。宝石箱や。何の？エビの。はい。はい。なんて言ってた？あ、ウナギ？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 ウナギって言ってくれて嬉しい。いや、相当嬉しい。たまに視聴者さんと出会って嬉しいよ。うん。今のさ、中学生とかでもさ、ここに来るじゃん。めっちゃ楽しいじゃん、中学生でさ。もう中学生の時にゲーセンでいつもなんかプリクラとか撮る。中学生はもうプリクラで命だ。もしここに来るとしたら、親と来てた。こういうところに。友達じゃなくて。ほんとこうやっておしゃれにしたの初めてなんだけど。あ、初めてじゃない。あ、初めてじゃない。久しぶりなんだけど。まあ、ガチの目でさ、えって思って。かわいい。あっさりしてるそう。美味しい。こんな食べるの食べちゃったっけ。こんなことで見たことないもん。一度も見たことないもんね。2枚残ってます。人数は3人です。最初はグッジャケパン。いやさっしゃグッジャケパン。アイコルさん、アイコルさん。ね待って待って、食べれないの。一番食べたそうにしてた。それなじゃあ食べれる気満々だったからさ、今理解できないもん。メンバーの服装チェンジしてお出かけしてみたんですけど、はい、どうでしたか。あのね、もう服とかもうどうでもいいのよね。実際どうでもいいのよ。もう一応は新たな自分を見つけてほしいなっていう名目でやったんですけど。あ、すいません。そうですよね。新たな自分はね、あのパンケーキ大好き。またこの服着たいなとは思いましたか。それは一切思いません。これチャンネル登録者数が増えるんだったらうちはやる。早く40万人来たいんで毎日これ着ていただいてもいいですか。確かに確かに。やっぱりそれぞれに似合う服ってあるんだなって。それはマジで思った。実感しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、ゼロでした。バイバーイ。ラーメン行く？行きたい。